7月の23日に、はい、ワンマンライブを、はい、一人土なりさんはバンドで今予定してるじゃないですか、はい、フルートのイムさん、はいはい、とサックス吹きのジョジョ、はい、ドラムあかり先輩、はい、ベース純也くんと、はい、でなんかクラゲも新しくベースアンプを入れたそうで、なんか最近純也くんが試奏しに行ったみたいで試し弾きですね、はい、バキバキしてる音バキバキしてロックしてたということで ね非常に楽しみにしております、ね、はい、7月23日はぜひ那覇市のバークラベッケにベベベベベ遊びに来てくださいね一人土なりのロックオンミュージック。はい、どうも一人土なりです。そしてこんばんは、お久しぶりです、フルートのイムです。はい、イムさん、はい、声がとても小さいイムさん、すいません今日はサックス吹きのジョジョは、はい、なんかあのラブソンガー、ラブソングを歌うお父さんのなんかお祭りがあるみたいで、すごいですよね。はい、お父さんのお祭りの方に行って、はい、先ほど LINE が来て、はい、大地さんやっぱり行けませんって、まあ、そりゃそうでしょうって送り返したんですけど、父の日も近いですからね。本当だね、パパを大事にしないとですよ。本当ですよ、リスナーの皆さんもね、これ父の日何かあげた方がいいですよ、うんうん、僕あの今日せがれと娘からなんかいいもらいました、もらいました、学校で作ったり、いいイラストと、なんていうんですか、ビールの下に敷くコースター、手作りのコースターをいただくことがいいですね。私も今日やっと買いました、父のやつ。あら、ひげ剃り剃りを買いました。待ってください、ひげ剃りを剃るやつですかあの電動を使ったことない父のために電動ひげ剃りを買いました。あ、いいね。僕も実は髪剃り派なんです。もうでもね、年なんでそろそろ切るんじゃないかな。あ、なるほどね、はい、怪我したらちょっとね、あれですか。一人つながりのロックオンミュージックこの番組は毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組です。今夜のゲストは沖縄インディーズ界で、まあ、トリプルギターといえばこの方々、メカルジンさんは後多いですからね座右の入江くんが来てますのでね、皆さんからの質問やメッセージ待ってます。メールアドレスはこちら、はい、797@fmginowa.com までお送りください、はい、懸命に一人土なり宛てと添えて送ってくださいね。はい、ありがとうございます。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることできますので、そちらでもお楽しみください。またあのサイマルラジオといってインターネット経由で、まあ、ラジオ放送としても、まあ、楽しみいただけますのでね、こちらもよろしくお願いします。はい、あれですよ、はい、もう梅雨が明けましたねって、今このツイキャスの方に沖縄在住ナナヒちゃんからメッセージ来てますけども、いつもありがとうございます。あ、本当ですよね、うん、もうナナヒちゃんがもうこの番組を支えている僕らのハートを支えているのはあなたですからね、はい、ありがとうございます。でも梅雨明ける前のこの不安定な天気がちょっとひどかったんじゃないですか。すごかったですね。僕あの2週間連続週末体調を崩しまして、もういよいよもうお酒は飲まないって言ってただお酒をちょっと飲むのが悪いのかなっていう気がしていて、ですかね、ちょっとそのあのベースの純也くんは、はい、いつでもガンガン飲んでるんでしょ。飲んでますね。暑ければ暑いほど、はい、湿度が高ければ高いほど、はい、昨日も私が寝た後に飲んでいましたね。晩酌純也くんタフですよね。怖いですね、どこから来るんですかね、あの体力、あの元気ね、はい、しかもあの純也くんはあのマラソンが得意じゃないですか、うんうん、もうちょっと隙間見つけたら走りに行きますからね。元気だよね。怖い2日酔いでも走りに行くんでしょ、1時間とか平気で、うんうん、でその純也くんと私とで、まあ、何人かであのランブっていうのを作ってまして、ですよ、ね、走る部、まあ、部活といってもみんなで集まって別に走ったりはしないんですけど、まあ、LINE のグループ上で今日ちょっと走ったよとか、うん、お互いコメントをし合ってなんか意欲を高めていこうみたいな、目指せ那覇マラソンみたいなのをやってるんですけど。そうだ、那覇マラソン告知。あ、そうですね、告知じゃなかった、受付ね、受付始まりましたね。私もエントリーして抽選結果が楽しみですけど、ですね、これそうランブをね、ちょっとバンドをやってる人
まあ、音楽やってる人でなんか入りたい人いたらぜひメッセージをくれたらグループラインに入れますんで、そうですね、ぜひぜひそちらの募集も、まあ、そんなに特にねこぞってきても困るんですけど、うんうん、やってますので、はいはい、で今日の1曲目なんですが、はい、7月1日にファーストアルバムレッド&ブルー発売するスクガラス、昔から僕がお世話になっているあのギタリストの千田さんがやっているバンドですよ。女性ボーカルにツインギターそしてベースドラムからなる5人のロックバンド、こちらの7月1日発売ですけれども、もう早速 CD ちょっといただきまして、はい、流していいよって言ってくれたんで、そちらからオープニングナンバー聞いてください、はい、スクガラスでリバイン。お届けした曲はスクガラスでリバイブでした。大丈夫、高さとか大丈夫で本番中触っちゃうと結構大丈夫です、うん、
秒前です。ロコミュージック、今夜のゲストは座右の伊礼くん来てくれております。はい、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。ラジオで絡むのって初めてじゃない？初めてですよね。でも伊礼くんも前ラジオやってたよね、はいはい、いや、まあすごい短期間ですけど。オキラジでやってたんだっけ？オキラジでしたね。はい、その時は、その時ボーカルやってたボーカルギターの中本、はい、中本さんと、はい、そう、伊礼くんとの出会いは結構古いよね。すごい、本当に最初で言えばすごい古いですよね。モッツでしょ。モッツちゃんと対バンしたの。そうです。そう、モッツで対バンして、その頃座右は中本くんというボーカルギターの子と伊礼くんとの2人組だったんですよ、うんうん、あ、でその頃から UK っぽいリフでなんか構成されたなんか曲をやってて、おしゃれな楽曲やる2人がいるな。そうそう、で楽曲は全部伊礼くんが作ってたんだよね。そうです、そうです、はい、でバンド形式になり、はい、でファーストのシングルか、シングル出して、はい、でミニアルバム出して、はい、でなんか中本くんがちょっとやめることになって、やめて、はい、で、あ、どうするんだってちょっと思ったら伊礼くんがなんかボーカルしながら弾きますみたいな。そうでしたね。男気ですよ、はい、そうね。で今やトリプルギター、はい、でドラムベースの5人編成、はいはい、ギター3本ですから ね沖縄いなかったね。でもあんまり見なかった ね、 そうですね、トリプルギターっていう編成、うんうん、オリジナルでやってるバンドで、そうそうそう、はい、本当はキーボードが欲しいなと思ってて、うんうん、探してたんですよ、うん、そのうちに、まあ、ギターもう一人の、まあ、永田さんっていうんですけど、うん、あのジューダーというバンド、そうです、そうです、ジューダーボーカルギター、そうです、そうです、うん、が俺ちょっと弾くけどみたいな弾きたいけどみたいな、じゃあもうぜひぜひって、うん、じゃあもうキーボードいっかみたいな、うん、そんなノリです、はい、お互いなんかリスペクトし合ってたよね、ジューダーと座右って。そうですね、ちょっと2人お互いの好きなバンドのルーツみたいなのの音楽性がすごく似てるのか、そうです、そうです、雰囲気とかもねすごく合ってて、そうですね、仲良くなるまですごい時間かかりましたけど、あ、そう仲悪かったという話じゃなくて、こうお互いすごい人見知りなので、まあ、いる存在自体はお互いずっと知ってたんですけど話しかけないっていう。でもね、座右の楽曲を聞くと、あ、なるほどってわかるよ。内気な人が家でもうその通りです、緻密に作って本当ですよ、繊細ですからね、はい、楽曲が、うん、やること他にないんかって言いたくなるぐらいの音楽以外やることないんかみたいな。そうですね、いやいや、でもそこはねすごく同調しますよ。わかりますよ。趣味とかないですから、ないです、私もないです、他にやりたいことがないって、ね、ないですね、ないよね、なかなか、はい、じゃあその繊細な座右の楽曲をまだ聞いてないリスナーの方もいるかもしれないので、はい、はい、じゃあ聞いてもらいましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、じゃあ座右で霞、浅い眠りの中、迷い込む霧の中、 Tell me baby、you
お届けした曲は座右で霞でした。はい、これが2014年の作品、はい、ナイトドロップ、はい、セカンドアルバム、はいはい、2年経ちましたね。早いです ですね本当にバンドやってると早いよね、本当に時が経つの、はい、で現在の、バンドメンバーが、はい、入江くんがギターボーカル、はい、でギターコーラスにズナリくん、はい、で同じくギターコーラス永田くん、はい、でドラム直也くんで、はい、で最近田川さんという、そうです、田川くんか、田川、まあ、さんって呼んでますけど、はい、敬意を表してそうですね、はい、で田川さんは、はい、僕はあのドラマーとして見たことあるんですよ、はいはい、ジューダーのドラムを叩いてますからね、うん、はい、でもなんかギター教室の先生やってた、そうですそうです、そうなんですよ、マルチプレイヤーなんだね、そうですね、何でもで鍵盤以外は一通りできる感じですね、うん、はい、なりわいは先生でやってるの？そうですそうです、あのギター教室とリハスターもやってるのかな、なんか、はい、はい、ギターの先生です、田川さんは、はい、でもちろん10代のバンドメンバーってことは、まあ、座右も前々から知ってて、そうですそうです、で俺ベースいらしてくれよって入ってきたんです、そうこれはもう前任の、うん、あの小杖さんがすごいもう忙しい、ベーシストとして忙しいので、このスケジュールがどんどんこうもう何ヶ月も前倒しで決まっていくみたいなことだよね、そうなんですよ、でそれでもうどうしようもない時はこう田川さんにお願いしたりとか、他のベースとかっていうのをまあ何回か重ねてて、で正式に小杖さんが抜けるってなった時にどうしようかっつって、ちゃんと座右の音楽も分かって、かつフットワークも軽い人、うん、もう田川さんしかいないなと、うん、でお願いしたら、うん、なんかもう本当にあいいっすよっつって頼もしいねおーと思ってそうなんです、はい、そっかそっか、でまたメンバー変わると大変なのが、はい、ノリが変わったりするじゃない、はいはい、で入江くんって繊細に曲を作るでしょ、はいはい、ね、ギター3本のそれぞれのフレーズだったりとか、まあノリもそうだろうけど、はいはい、これリハしてて今、はい、まあ、モンゴルのフェスに出るっていうのが6月あるじゃないですか、はい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 、で今もう詰めてるところじゃないですか、もう本当に佳境ですよね、うん、今、はい、なんですけど座右に入ってきてくれる人たちはものすごいありがたいことに、うん、バッチリ練習してきてくれるんですよ、なるほど、事前に俺はやれとは言ってないんですけど、田川さんもすごくて、うん、じゃあ田川さんちょっと次のリハまでに何曲か決めて、うん、それからじゃあ優先的にやろうよって言ったら、うん、いやもうあのアルバムどれからでもいけますみたいな、おすげえすごいねすげえってもう勝手にコーラスもなんか考えてきたりしておおみたいなおまけもついてくるプラスアルファの、いやすごい、まあ、ズナリとかも、うんうん、もう入ってくるときは、うん、もう俺入江さんマンツーマン指導お願いしますみたいな感じで、何ヶ月かかけてずっと曲を覚えてとか、うん、ズナリ君もだって僕が見たのはスカンクシックスナインのドラマーとして見てたから、だから意外だったの、びっくりしたんですよ、ギターとして入るっていう、そうなんですよ、ね、彼もあのまあ、もともとスカンクで、うん、座右とあのツーマンライブやりませんかっていうお誘いが来てて、うん、じゃあやろうねって予定してた直前ぐらいに解散しちゃったんですよ、あそうなのか、ですいませんの連絡が来て、うん、いやズナリはもうこの後どうすんのって言ったら、うん、なんか弾き語りかなんかでやりましょうかねって言ってたんで、うんうん、あそんなのできるのって言って、うん、はいっていうのを俺なんか覚えてたんですよ、うん、でいざじゃあギタリスト誰か探そうかなっていう時に、うん、ズナリものすごい座右好きだったので、うん、なんか好きな人の方がやりやすいな、うん、そうだね、自分たちの曲をやっぱりね、うん、愛してくれてる人の、そうなんです、そうなんです、いいよね、それで声かけたんですよね、ズナリは、はい、ズナリ君もだから座右入って当初はちょっとやっぱりまだたどたどしい感じがあったけど、はいはいはい、なんか見るたびにちょっとずつハマっていくんだよね、ちゃんとね、まあ、バンドマンだけに、彼も練習熱心ですね、うん、とっても、うん、あんまり言わないんですけど、うん、すごい陰で練習してるんだなって感じはしますよ。あとこの練習熱心といえばのドラムの直也くん、はいはいはい、沖縄の中で僕はあの
トップ3に入るぐらい好きなドラマなんですよ。なんか直也くんのノリとか、うん、なんか寄せ方、歌物のドラムの寄せ方ってすごい好きなんですよ。彼はすごい、もう本当だったらずっと刻んどきたいっていう人なんですよ、うん、余計なことせず、うん、だからあなんかシンプルだよね。とってもシンプルですね。シンプルだけど一音一音はっきりしてるよね、なんか。でなんかしっかり着地してくれるというか、ずっとそうですね、だってこの着地する感じがちゃんとこの上3本のギターを支えてくれて、しっかり土台をビシッと作ってくれるから、はい、3本ギターもあっち行ったりこっち行ったりしてますから、ね、あ、そうなの。もう誰が走ってんだ今ぐらいの感じですよ。はい、やっぱ繊細だね。そっか。あ、イレイ君さ、だからこの、はいはい、自分で曲を作ってくるじゃない。はいはい、でギターがまあ2本あるじゃない、あと、はい、ズナリ君と永田君、はい、このフレーズも決めて持っていくの。決めて持っていくものもあれば、うん、あの決めもう曲によりますね、うん、なんか自分の中でイメージかっちり決まってるのは、うん、もうこれでやってくれってお願いするんですけど、うん、そうじゃないのはもうコードと歌ぐらいで、うん、あとは、まあ、自由になんか足してみてみたいな。そうですね、うん、はい、っていうのも、うん、この5人体制になってからですね、うん、中本との2人時代の時は 100% 全部俺がやってたので、うん、はい、まあ、あいつもやろうともしなかったんですけどキャラがね、なんかそうですね、なんかぼーっとしてる感じのね不思議な人だったよね。すごい不思議ですよ。最後までミステリアスでやめていった中本あいつ何だったんだいやでもね、これ二人時代知ってる人が、ね、聞いてても分かるよね。そうです、あの人は何だったんだろう幻だったかのような人だよね本当にそうそう。で、まあ、レコーディングをこの2014年の作品が最後じゃないですか。はい、はい、で伊礼君自分でもギター録音したりしてやってたんだっけ。あの宅録ですね、うんうん、家で、はい、やってます。はい、これもあれでしょ、自分で一から勉強してでしょ。まあ、勉強、そう、もう本当にシンプルにマイクをアンプに向けて録音ボタンを押して止めてとか、うん、もうそれ本当にそれぐらいですね、うん、あの細かい編集とか音色とかは、うん、までは僕はやらないです。あの上がり浜の井口さんとこで最後は編集だよね。そうです、はい、あと土台のドラムとかベースを向こうで撮ってみたいな。だこのやり方もすごいいいなと思ってて。ああ本当ですか。うん、まあ僕らすごい時間かかるので、うん、スタジオ使うと、うん、もう破産しますねまあギター3本もあるしね。そうなんです。ボーカルコーラスもね、はい、入れないといけないからそうなんだよな。で伊礼君の、まあ、ちょっとした個人情報になるかもしれないですけど、はいはいはい、お母さんもなんか、はいはいはい、ジャズやってる、あのバンド、ね、ジャズバンドもずっと昔から夫婦で、うん、はい、夫婦でっていうかこのビッグバンドなんですよ、うん、あのジャズの高校時代のなんか吹奏楽部のメンバーとかが集まってみたいなバンドをずっと30年ぐらいやってるんじゃないですか、ね、ライブもじゃあ県内で頻繁にやってる。まあ年に何回かなって感じで。あ、でもやってるね。はいはい、それ知った時に、だからこの伊礼君のこの音楽に対する熱量とかどっから来てるのかなと思ってて、あとこの繊細な曲を作る感じとか、なんか沖縄の人っぽくないって言ったら言い方は変だけど、なんかじゃなんでかなと思ってたら、やっぱね、こう親御さんがしっかりジャズって言ったらやっぱね、音楽にすごい深い、今となってはですね、なんかようやく最近ぐらいから、あ、なんか環境あったんだなって思えるようになりました ね、 ね、うん、はい、面白いですよ伊礼君。そしてなんかちょっと本当は変な人だからねラジオ上喋れない面白ネタがいっぱいあるんだよね聞きたい喋ったらもう永久追放ですこれ YouTube に残るしねじゃあちょっと曲をまた、はい、一曲聴きましょうかね、はい、紹介お願いします、はい、じゃあ The You で、ラバーズ。
が全ての入り口へ。お届けした曲は座右でラバーズでした。はい、はい、座右さんが、はい、モンゴルのフェスに、はい、実は呼ばれているということで、はい、6月24から26までの3日間、はい、モンゴルの方である野外フェスですよね。そうです、野外ですね。プレイタイムフェスティバルっていう、はいはい、なんかすごいメンツなんでしょう。すごいメンツ、メンツ、そうですね、あの一個ズバ抜けてすごいやつが、うん、レディオデプトっていうバンドが、スウェーデンのバンドがいて、俺は個人的にはそこまで詳しくないんですけど、あのうちのメンバーの永田さんがもう夜から電話かかってきて、レディオデプトが同じ日に出るよって言っておおと思ったんですけど、もう永田さんはもう発狂するぐらいの勢いで、どうしようどうしようって、もう CD も持ってるので、うん、俺は絶対サインをもらうってずっと言ってました。すごい。しかもモンゴルでってのがいいよね、またね。そうですよね。ね、遠方の地ででかいフェスに呼ばれて行って、うんうん、好きなアーティストと対バン。いやな、なんか生きてて何が起こるかわからんもんだねって本当に思いましたね、今回は。しかも沖縄のライブで、このそうです。なんか見に来てた人が声かけてくれたんでしょ。はい、桜坂でセントラルでイベントがあったんですよ、1月に、うん、でそこアジア系のなんか関係者がいっぱい見に来てるイベントで、うん、で僕らもそれに出たんですけど、うん、でもう僕らトップバッターだったんですよ、うん、トップバッターってまあぶっちゃけそんなお客さんいないじゃないですか、うん、イベントって、うん、あ、まあそんな感じかと思って、うん、な、本当に何も意識せずに、うん、いつも通りやったら、うん、このものすごいあのあられが、氷が降った時、うん、日ですよ、うん、沖縄で、うん、めちゃめちゃ寒い日、うん、なのに T シャツ1枚の人がいて、うん、正気かこの人は本当にそしたら聞いたらモンゴルの人だよっていうことになって、うん、CD ちょうだいって言われたので、うん、あげたんですよ、うん、で誰なのって思って聞いたら、うん、モンゴルでフェスやってるよって言って、うん、もうその時は単純にへーって、うん、ってあざっすみたいな感じだったんですけど後日出てきほしい、このフェスに、うん、出てっつって言われてもモンゴルだし、うん、何なのそれってネットで調べたら、うん、もういきなりどでかいフェスが写真が出てきて、うん、ってなって、こう本当なのみたいな、うん、でやり取りしたらまあ本当で、うん、もうそのタイミングで小杉さんも辞めるし大
本当なのみたいな田川さんも入ってくるしどうするかこれみたいな感じでしたけどね毎日情緒が、はい、不思議だよね、はい、でもなんかちゃんと続けてしっかり一本一本いいステージを見せてたらこういうなんかね、うん、贈り物みたいなのがあったりする、ね、もうどこで誰が見てるかわからないですね、うん、本当にでこれからまた新しい展開につながるかもしれないし向こう行って大きなフェス出てるのをまた誰かが見て海外で CD 出したりとかいう流れにもなるかもしれないしね、うん、そうなりたいですね、なんかね、なんか面白いことが起こると思っているんですよね、はい、そして今その座右がクラウドファンディングをインターネット上でやってて、はいはい、そうなんです、ね、はい、このモンゴルに行くためにですね、うん、クラウドファンディングをやってるんですけど、うん、もう君たちはこうメインステージに出てくれと、うん、時間もこんだけがっつり確保するよと、うん、おーおーっつって、うん、すごいなこれ、うん、でも自腹で来てくれ、うん、こう最初に言われてたらものすごい迷ってたとこなんですけど、うん、もうこんだけの環境が整ってるのであれば、うん、もうメンバー満場一致で行こうっつって、うん、これは行こうっつって、うん、でもお金ないなって、うん、あのまあ、バンドで貯金してたんですけど、うんうんうん、それは本当に CD 作る用のレコーディング代で貯めてたんですよね、次回のレコーディングってことだよね、そうですそうです、うん、でそれ丸々使っちゃうと、うん、もうレコーディングお金貯まるまでまた何年かかかるので、うん、どうしようかなっていう時に、まあ、このアドバイスしてくれる人がいて、うん、クラウドファンディングやったらって言われて、うん、うん、じゃあやってみます、うん、ものすごい迷ったんですけどね、うんうんうん、本当は、はい、で今もう残りあと1週間切ってるんですけど、うんうん、はい、もうあのだいぶ協力してくれる人たちがいて助かってます本当に。これどんなって調べたらそこまで行き、はい、たどり着けるの、クラウドファンディングのページに。ページはですね、これも紹介してくれたんですよね、うん、あのあメールが来てるんだって、うん、ちょっとじゃあメール見つつ、はい、あ違う違う、あの座右に今聞いてる人で、はいはいはい、じゃあ座右のこれクラウドファンディングちょっと参加してみようかなって人は、ああなるほどなるほど、うん、WeFun っていう、うん、スペルカタカナ、WeFan WeFun、うんうんうん、WE、うん、っていう結構音楽にが多く取り扱ってる、うん、このクラウドファンディングのサイトで、うん、僕もそこを紹介されて、あ良さそうだなと思って、はい、そこで今やってますね、うん、はい、でそうですね、結構音楽配信サイト、配信じゃないか、このニュースサイトとか、うん、そっち系にもつながりが強いみたいで、うん、そこでも告知 したりとか、うん、はい、そういう情報をいっぱい持ってるとこだったので、うん、あちょうどいいなと思って、はい、これはもう1000円からとか、あれが分かれてるんだよね、はい、1000円、5000円とか1円、自分たちで設定できます金額を、うん、はい、この目標金額に応じて何いくらのコースいくらのコースって言って、うん、はい、これ達成しなかった場合は、はい、最初であの設定、目標金額みたいなの設定するよね、そうですね、で達成しなくても、うん、たまった分はいただけますっていうやり方もあって、うんうん、もちろんそっちを使ってるんですけど、はい、でもねやっぱり目標金額まで行きたいよね、行きたいですけどね、まあ、かねてからの課題である私たちの営業力でもこういうのってやっぱギリギリになってドドドって、うんうん、ああするのでね、っていう話もよく聞きますね、うん、オットランドとかがまさにそうだったからね、うん、あそう1回目も2回目も、へえ、あそうなんですね、うん、やっぱりなんか迷うじゃないやっぱ人って、うん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 、でもそこのサイト行って座右のそれ見たら、はい、いくら出してくれた人にはこういうリターンがあるよみたいな、はい、あります、あります、この今だからモンゴルに行くにあたってドキュメント DVD を自分たちでこう映像を撮って、はい、編集してってやったりも、ね、それをよ、ね、予定してますね、うんうん、はい、それをプレゼントしようかなと思ってます、うん、でまたレコーディングしたらまたそのアルバムだったりとか、そうですそうです、いろいろこの、はい、詳細が載ってますので、そうです、ぜひぜひ皆さん見てみてください、ね、はい、でごめんなさい、メールが来ておりまして、はい、菊川春樹と申しますって、これ空間日和で菊川ベースの春樹だね、春樹だ本日は座右の入江さんがゲストなんですねって質問です、うん、入江さんが高校の時に一番聴いていた音楽って何ですかと。高校の時か、
高校の時だったら、ニルバーナか、レディオヘッドだと思います。で実は、ビーズもめっちゃ聴いてます。いいですね、はい、実はビーズは上地敦義が歌わすとちょっと似てる、はい、敦義君ね、意外に昔のビーズ歌わすとちょっと稲葉さん入ってね、いい感じなんですよ以上ミニ情報でした、はい、まあそういうことで、はい、まあ月末のこのモンゴルフェスに向けてクラウドファンディングやってますので、はいはい、ザユー、ザ、THE でちょっとスペース開けて YOU という名前で検索して、はい、沖縄とか入れたらね、はい、ザユーのホームページにもたどり着けますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でまたフェス行った後にまた沖縄でもライブがあるんだよね、はい、あります。帰ってきてからですね、はい、これはあのアウトプットはいですね、うん、ケンゴリアンズっていう、はい、あのバンドの企画ライブ、うんうん、主催ライブですね、うん、メイエンっていうイベント、うん、7月30日で、場所がアウトプット、那覇のアウトプット、はい、オープン夜の7時半スタート8時、うん、で前売り1500円、当日2000円、はい、で出演がケンゴリアンズ、カイノ、ザ・ユー、ビッグスクーターズ、すごい、はい、いいメンツですね。いいメンツですよ。はい、すごい個性的で実力派揃いのね。面白いやつが。熱い夜になるねこれね。そうですね。またキャラクターも全然違うね、4バンドと、ね。そうですね、うん。うん。いいじゃないですか。はい。はい。はい、ということで。はい。じゃあまたモンゴルから帰ってきて、はい、まあ、レコーディングしてまた CD 出したりとか、はい、もしくはまたワンマンライブとかあった時には、はい、ぜひまた遊びに来てください、ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとリスナーの皆さんに一言、はい、はいはい、まあ、モンゴルに行くんですけどなんか永住するみたいな今聞いた人は誰だこの人さようならみたいなモンゴルのフェスにね、はい、はい、出演する、勝手になんですけど、あの僕、うん、沖縄から来たよっていうのをすごい言おうと思ってるんですよ、うんうん、で沖縄のインディーズミュージシャンって面白い人たちいっぱいいるので、うん、なんかおお沖縄ってなんか面白そうなとこなんだなっていうのを、うん、あの言いに行きたいんですよね、うんうん、まあ、店にというか、うん、はい、昔そんなこと全然思わなかったんですけどなんかここ最近はなんかそんなのがだんだん分かってきて、はい、すごいそれもちょっとすごい言いに行こうかなと思ってます、はい、沖縄代表としてね、はい、じゃあ、はい、いいステージをやってきて、はい、でまたドキュメンタリーも楽しみにしてますんですけど、はいはい、うちらね行けなくて見れないからね、テレビとかでも多分やらないはずだから、ね、そうですね、楽しみにしております、はいはいはい、じゃあ最後に曲紹介お願いします、はい、じゃあ最後の曲ザ・ユーでサライの風。今夜のゲストはザ・ユーの入れ君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。you、yeah.
なりのロックオンミュージック。はい、一人土なりのロックオンミュージックエンディングでございますけれどもね、あの6月3日に立てたかこさんのライブが那覇であったんですよ。あ、そうなんですか。ミュージックバーサウンドエムズってところで立てたかこさんでドラマーの中村明さんか、うん、とあと芦田メロウさんの3人編成で、で芦田メロウさんはライブペインティングだったんですね。実際に今日その曲を聴きながら歌詞とかの世界とリンクしたようなのを A4 サイズの紙に曲が終わると同時にバンと終わるんですよ。すごい、もうそれがすごく良くて、で全18曲ぐらいやってたのかな、13曲か18曲で、その紙、その書いた絵もライブ終わった後に売ってて、で1枚買って帰ってきましたけれども、はい、まあ、すごく素晴らしいいいライブでした。というわけで今あのエンディングナンバーで立てたかこさんとエレメントオブザモーメントの11月という曲をちょっと BGM で聴きながら、 BGM にするにはちょっともったいないですけど、はい、はい、エンディングコーナー行きたいと思います。で、あのイムさん、はい、イムさん の、 あのちょっと仕事柄のなんか、はい、イベント告知と言いましょうか。はい、はい、それがあるんでしょう。はい、そうなんです。7月2日の土曜日に、はい、三栄ウィングシティ富城で、あの食育のイベントがちょっとあります。食育、はい、あの食と子どもの健康展というのがあって、うん、あのはい、子どもたちが普段給食で食べているものの紹介とか、うん、県産の野菜の紹介とか、うん、そういうのをちょっと今お手伝いしているので、うん、もしお時間あればいらしてください。そこでイムさんは何をされてるんですか。私はですね、コーナーの紹介をみんなと分担してやってます。イムさんを探せですね。じゃあ7月の2日2日土曜日です。わかりました。はい、毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組、一人土なりのロックオンミュージック。あの来週はですね、あのコザにあるブラックベリーという可愛らしいお店があるんですけれども、そこの、 あのオーナーのトミーさんが来る予定となっております。
皆さんからのメッセージやあらゆる音楽情報も随時受け付けております。メールアドレスはこちら、はい、797@fmギノワン.com までお待ちしています。懸命に一人土なり宛てと明記してください。はい、はい、そして先ほどラジオ出てくれた座右美玲くんですけれどもね、はい、このバンドでやっぱり僕もそうなんですけど、バンドは私は昔解散したことあるんですけど、このメンバーだね抜けていったりとかする中で、ずっとちゃんとバンドとしてバンドスタイルで活動してるね座右いいバンドですからね、はい、曲も3曲今日流しましたけれども、うんうん、人見知りっていうのが分かる感じなんでしょでも曲ごとに表情が全然違うからすごいですね。そうね、そうなんか繊細なんですよね、英君が作る楽曲は素晴らしいです。ツイキャスの方もコメントありがとうございます。ありがとうございます。ジョン松原さん、スケールポケットっていうバンドでね東京に行ったジョン君、ぜひ東京でもライブしてください。はい、メッセージ来ております。はい、もうみんなねいろんなところでいい音楽をやってますんでね、はい、で PM エージェンシーのイベント情報なんですけれども、ですね、10月の22日、はい、先週まちこちゃんもこちら紹介してたんですけど、ストレーテナー桜坂セントラル公演、ちょっと公演自体は遅いんですけど、PM エージェンシー の会員選考が今週末かなからあるんですよ。で来週の月曜日からPM エージェンシーのホームページでも選考を受け付けておりまして、で実はこの PM エージェンシーのホームページ選考ってお客さんにとってちょっと嬉しいのがあって、普通選考ってウェブで予約するとちょっと手数料が多くかかったりするんですよ、400円500円、実はそれないんです、 PM エージェンシーホームページ選考。これはやらねば損のやつですね。なのでぜひちょっと PM エージェンシーのホームページに行き、いろんな公演情報を見て、またこのホームページ選考とかねやってたら PM のホームページ選考ちょっとお得なので、ぜひぜひ見てくださいということで、はい、はい、イモさんは近々ライブ行く予定ありますか？明日行きます、エゴラッピー。そうでしたね、純也くんも一緒に、はい、楽しみです。いいですね、エゴラッピーミュージ、え違うな、名村ホールでしたっけ。名村ホールですね。いいですね、いいサイズですね、はい、また、はい、そうですか、皆さんね、いい週末送ってくださいね、はい、そして一人土なりなんですけれども、はい、オープニングでも言いました、7月の23日土曜日バークラゲでライブを控えておりますので、はい、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあちょっと BGM の、はい、今日のエンディングテーマ、エンディングナンバーをちょっとじっくり聞きましょうかね、はい、立田孝子さんとエレメントオブザモーメントで11月。